どうも皆さんこんばんは、ヨトです。今回ね、フロンティアのミラーボレアス、黒竜ミラーボレアスですね、行きたいと思っています。で、まあ、このミラーボレアスはね、確か極限なんとかのクエストっていう、なんかまあ特殊なクエストで、このフロンティアのミラーボレアスね、全然見た目とか技も変わってるんで、まあ、今回それを見せれたらいいと思ってますね。まあ、自分の多分動画では見れないかもしれないですけど、ミラーボレアスね、ちょっと大技があるんですけどね、なんかすごい、なんだっけな、まあ、黒い玉みたいなやつを出して、まあなんか爆破させるやつだったっけな、なんかそういう技があるんですけど、自分はちょっとそれ見れなくて終わったんだっけな。まあ、というわけで、今回はミラーボレアスの、動画に行きたいと思っています。というわけで本編の方までどうぞ。さあ、ミラボレアスですね。まあ、最初はね、こんな風にムービーがあります。で、これ見てもらったら分かる通り、全然顔とか胸全然違うでしょ。顔はね、こんななんか角みたいな生えてないですよね。で、胸もこんな青く光ってはないし。で、まあ、これ尻尾攻撃なんですけど、なんかみんなが知ってるミラボレアスの攻撃とはちょっと違いますね。なんかミラボレアスの尻尾攻撃もあれなんかな、竜属性がついてそうな感じですね。ちょっともうこれに関してはもう俺も全然覚えてないんですけど、最後の本当にフロンティアサービス終了手前ぐらいで行ったミラブルやつなんで、いやーもうちょっと全然覚えてないんですけど、まあちょっとね、面白い技は確か見れたはず。なんかメテを降らせるんですよね、このモンスター。いやーこれ。これね、赤いメテをね、赤い隕石みたいなやつを落として、まあ着地したら、まあ爆破してくるって感じの技ですね。で、まあ、このステージね、セカンド G までやってた人なら、多分わかるかな。初代から、ある、シュレイク地方だっけ、ここ。まあ、これね、特殊な、まあ、ミラブラス専用のステージなんですけど、まあ、ここはね、なんか、まあ、エリアが2つに分かれてて、まあ、その境目のところに、まあ、なんかが、今、落ちましたね。あれがあると。あれ、なんて言えばいいんだ？ と、砦？まあなんか自分から刺さりに来ましたね、このミラボレアス君。で、まあここで一旦はめて、攻撃しまくると。で、これ多分ね、ミラボレアスの肉質は、本家と変わらず、頭が一番肉質柔らかくて、まあその次胸とかなのかな。で、まあこんな風に青白く光ってるところをちょっと狙いたいんですけど、まあ自分は狙えないと。で、これはなんだ、突進だったんかな、今のは。で、まあ、さっき冒頭で多分、大技が、見せれないっていう話したと思うんですけど、まあ、自分がこれやってるミラブルアス、多分、レベルが一番低いやつなんで、まあ、そもそも、その技がないのかもしれないですね。このレベル1だったが、そのクエストは。まあ、レベルに応じてね、確か、なんか技とかも変わってくるはずなんで、天使とかも一緒で。まあ、だから多分な、レベルが低いせいでちょっと、見せれない。のが、あれなのかな？何だこれ。何してる？めっちゃ溜めてない？これ。の、おーおーおー、なんだこれ。なんか凄そうに見えたけど、あんま凄くないのかもしんない。わかんない、今のは。もう全然覚え、お、あ、そうか、こいつ怒り以降かな？わかんないけど、覚醒状態かわかんないけど、こんな面白く光っちゃうんだ。あ、すごいね。これはちょっと覚えてなかったな、正直。正直覚えてなかったっすね、これは。あ、かっこいい！ F のミラボレアス。じゃ、サンブレイク、ミラボレアス追加されるなら、この ミラボをちょっと追加しちゃってくださいよ。かっこいいなぁ。ミラボレアスね、あと、なんだっけ、交流ミラボレアス？まあ、ミラボレアス亜種って、ミラバルカンか。ミラバルカンと、一応ミラルーツもいるんで、まあ、今後はね、そっちの方も見せていきたいなと思ってますね。で、多分ミラルーツの方はね、過去の、そのまま配信アーカイブ切ったやつ持ってくると思うんで、まあ、自分は実況してないかもしれないですね。声も入ってるんで まあ、ニフラムのやつ見せれたらいいかな。ちょっとニフラムのやつね、あ、終わっちゃった まあ、こんな感じですね。ミラブラスは。で、まあ、倒れた時に、青白いところは消えないのかな？すごい画面ゴミすぎー、これ。おほほほ。すごいとこで剥ぎ取ってんな。え、なんでこんなとこで。ああ、やっと画面がちょっとマシになってきたかな。
ああ、でも青白いところはちょっと消えないですね。覚醒状態入ったままなんかな。なんだっけ。ハルドミルク天使とか、バルサーボルスの時は消えたんですけどね。今回消えないらしいですね。はい。というわけでね、今回は黒竜ミラボレアス、フロンティアバージョンでした。ここまでのご視聴ありがとうございました。次の動画はですね、またミラーバルカンとかミラルーツの動画も見せれたらいいと思っています。まあ、他にもね、フロンティアのモンスターはどんどん見せていこうと思うので、もしよければまた見ていってください。というわけで、また次回の配信か動画でお会いしましょう。バイバイ。